幅1センチほどの白いリボンのような部分はブレードと呼びます。縫い合わせて複雑で繊細な模様を描いていくのがバテンレース。ドイツのバテンベルクという地域発祥というのが名前の由来。このほど県の伝統工芸品にも指定された一品です。その店は上越市東本町にありました。明治25年創業の吉田バテンレースです。こんにちは。失礼します。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はいはい、吉田節子社長は3代目。店内にはバテンレースを使ったさまざまな商品があります。日傘のアクセントに、ブラウスは襟元などにあしらいます。じゃん、とっても軽くて着心地がすっごくいいです。で、ここやっぱレースがあると一気に華やかになりますね。このブラウスはおじやちぢみを使っています。バテンレースと、はい、生地はおじやから買い求めて、そのコラボレーションの、はい、新潟のもので作ってあるので、はい、すごく軽くて形もすごくなんで整いやすいので型崩れもしないのですごく着やすいと思いますね、はい、バテンレースは手書きでデザインを描き、一旦ブレードを貼り付けます。そしてブレードの間を縫い合わせ模様を描いていきます。こっちが完成品の表になるので、今この刺しているところが裏側を見て仕事するので、表がどのようになってるかっていうのも想像しながらやっていくので、そこがちょっと難しい点と。私が着たブラウスに合わせたバテンレースはこの型紙から作られました。縫い方は緻密さだけではなく透け感で美しく見せることがポイントです。吉田バテンレースの創業者は祖父虎八郎さん。その後を継いだ両親から吉田社長が店を受け継ぎました。こう手作業やなんかはね、それこそお習いしたことはないんです。見て技術はね、はい、見よう見まねって言いますかね。やっぱりもうちっちゃい時からやってるので。バテンレース作りはかつては上越の冬の内職として地元を支えられてきました。高級品として海外にも輸出され、全国にも多くの業者があったといいます。しかし関東大震災や戦争などをきっかけに次々と廃業。いつの間にかブレードから一貫して生産するバテンレースメーカーは吉田バテンレース一軒に。今は根強いファンに支えられ堅実な経営をしています。これね、すごい古いお客さんの古いもんなんですわ。もうボロボロになって、はい、だからすごい前に購入していただいた商品なんですけど、私が東京の方にちょっとお仕事に行った時にこれを持ってこられて、はい、古いもんだけどどうかしらって。そしたらうちのこの柄でうちの商品ってのわかるわけですよ。デザインはメーカーごとに特徴があるといいます。この日傘は50年ほど前に吉田社長が手掛けたもので、直しの注文を受けました。日傘は人気で注文は
1年待ちだそうです。なんか時代によっても商品変わっていくのかなって思うんですけど、はい、そうですね、今、うんうん、新しく作ってる商品とかってあるんですか？そうですね、今このブラウスとか、うん、あの長物はちょっとあまり私たち作らなかったんだけど、こういうようなちょっと長い長い感じのもので、丈が長いってことですか？はい、はいはい、そうですね、丈が長い、うん、ね、ちょっとそういうのも今ちょっと勉強しながら、吉田社長をスタッフが支えています。奥深いですよね、やっててもこれでいいってことはないので、いろんな形もできるし。高田真由子さんはバテンレースを学ぼうと1年前に地域おこし協力隊として遠く福岡から上越市に移り住み、スタッフになりました。バテンレースの、 あの継承と発信ということで、うん、はい、こちらの方に今お勉強しに来させていただいてるんです。このバテンレース自体を手作業でやられているものっていうのを知らなくって、ずっと機械だと思ってたので、あのそれでまずそこにびっくりして、難しいんですけれど、とてもあのやっていくうちに技術も身についていくことだと思うので、とても楽しいです。伝統と技術を次の世代につないでいきます。バテンレースの魅力ってどんなところですか？そうですね、あの、まあ、レースも私も長年見てますけど、まあ、おしゃれでは別に嫌味がない、飽きるってことはないですわね、毎日私見てても、うん、なんかこうひそやかなちょっとおしゃれっていうような感じで、これはやっぱり後世に伝えても、あの後々でもね、うん、あの使ってもらえるし、また作る喜びもねあるので、あのちょっと長く次の代にも伝えていきたいというふうにあの思ってますので、もう一頑張りだなと思ってます。